同社に飾られる、補定の立造株式会社補定屋は、愛知県名古屋市に本社を持つ、五福、宝石の専門店、旅行代理店、保険代理店業を運営する企業である。2020年5月時点五福専門店、宝石専門店旅行代理店保険代理店業、補定屋の称号について1988年に、制挙した初代社長は、 総合 GMS 企業であるユニーの前身の一つで、1950年に元来五福店だった、ホテイアの設立時において、一回五福店から合流した創業メンバーの一人で、あり、同社に勤める取締役であった。しかし、セルフ販売の取り入れと、食品スーパー業界に進出するなどの経営方針に疑問を抱き、ホテイアの役員を1960年4月に一貫、辞任。 その後、ホテイヤの生産部門として、ホテイ産業が設立され、社長に就任。ホテイヤが出す呉服の下手加工などを行っていた。秘そも、ホテイヤに入社した後役員を経て、1978年、ユニーを退社している。ユニーの呉服部門が1974年、サガビに関されたことを機に、不要となった、ホテイヤの称号とロゴタイプ、ホテイの図案を、 ユニーから優勝で買い取り、念願の五福店等販売に進出。五福の補定屋を復活させた。したがって、ユニーとの関係は過去の経緯があるため、テナントとしてユニーのショッピングセンターには一切出店していなかったが、近年になって宝石店の出店を行ったのに続き、2015年9月にリーフウォーク稲沢に五福店を出店した。 1962年の創業時、同時設立された兄弟会社に保定物産があり、保定産業と同じ1976年に社名を変更し、現在は昭和物産となっている。同社のご福関係では、ご福用の陳列重機などを扱っている。また、同時期に設立され、名古屋市西区に本社がある株式会社保定フーズは1965年に、 現社名に変更するが、両社に関係はない。しかしながら、ホテフーズは1967年、ユニーの前身の一つ、西川屋の名港店から、ファーストフード店を初出店した縁から、多くのユニーのショッピングセンターに出店しており、旧、ホテや店舗を通じて社名のみ一致した縁がある。その他、ホテや、百貨店、ホテフーズコーポレーションなどがあるが、社名のみの一致で、 縁はない。ありがとうございます。